やばいやばいやばい、今思いついちゃった。朝ね、ずーっと、アイディアを沸かせる時間っていうのを作ってるというか、アイディアが勝手に湧いてきちゃうんですよ、最近。で、そこの、うん、めっちゃ考えたくなる時間帯の時に、今日、今、1時間半ぐらい考えてたから、そしたら出てきた。ドカンというものが。これをね、めっちゃただ出てきただけで何も状態変わってない。アウトプットは何も変わってない。けど、サブチャンネルの方だけにお話しします。させてくださいですよ、これ。これが、ね、俺がやるべきこと、俺にしかできないこと、俺にしかっていくわけじゃないけど、まあ、俺ができることが思いついたの。で、今電話したんだけど、あ、それでね。あ、まあいいや、それはちょっとまだ時間が早かったから、まあ繋がんなかったんだけど、これ、俺、風穴開けられんなと思ったことがあったんですよ。これはもう今まだ全然公にする必要がないことだからサブチャンネルで話す感じになってるんですけど、これね、元不良、てかね、不良少年とかヤンキー少年とか、そういう子いるじゃないですか。それなんかの子を更生させるというか、更生させる。団体作るみたいな。団体じゃないな。というような仕組みを作るみたいなところですよ。うん。これ思いついちゃった。自分、完璧症とか少年院入ってるってよく言ってるじゃないですか。で、そういうような人、つかそういうような子なんかの気持ちとかもわかるし、その子なんかを、ね、キックボクシングに引っ張ったろうかなと思ってね。俺は少年院から出てきて、18歳の時に、キックボクシング始めて、そこから更生していくことができたというような流れがあるわけですよ。だから俺もしまあその子によってもちろんね、キックボクシングやりたいやりたくないは全然あると思うんで、もちろんやりたいと思ってくれた方に俺が教えてく、めっちゃ気持ちがそのままつながるから、ストーリーめっちゃあるじゃないですか。で、それをとね、流れとしてもいろいろ考えたんですけど、まあ YouTube に上げていくとね、これどういう風な YouTube の上げ方っていうのかというと、いろんな、まあ、切り口はありますけど、まず、まあ、そこの少年院とか、看病所とか、そういう、更生施設につながるような人に、オファーをしてって、そのね、今、入っている子でもいいし、出てきた人でも、まだちょっとね、再犯率が高いっていうか、可能性がある子なんかと、を、スパーリングみたいな感じしてね、鉄拳制裁をすると。俺が負けてたらやばいけど鉄拳制裁をして、そこでその子なんかが格闘技やらないって言ってキックボクシングを始める。それでキックボクシングで始めて夢を持ってやっていくとね。俺一番最初に入った時、これも前話したんですけど、キドにめっちゃボコボコにされてめっちゃ悔しかったの。めちゃめちゃ泣いてて、でそこでキックボクシング、俺は弱いんだってことに気づいて、またちゃんとやり始めたところがあるから、そういうような鉄拳制裁っていうのは、結構必要だったりするかな。で、俺しか多分できない。格闘家だったら、まあみんなできると思うけど、俺、格闘家、剣というか、そういうような、まあ、昔に悪かった、ね、経歴があって、そこから、まあ、ね、更生してたっていう流れあるわけじゃないですか。キックボクシングで更生してって、で、今があるわけですよ。キックボクシングで、まあ自分のことを言うのは、ちょっと手前味噌味噌だからちょっと恥ずかしいですけど、手前味噌だから恥ずかしい。おかしいか。ね。だけど、ベルトを3本持ってて、で、現役で20年やってて、で、YouTube で、今これぐらいの登録者数がいてみたいな感じのこととかで、打ち出していけば、なんか、いろいろ繋がってうまくいくのかなって。というようなことをずっとね、考えてて、うわ、俺にしかできないこと。いや、俺にしかできないことはないけど、俺が今やるべきことだって いなくないですか。だって、格闘、だ昔ヤンキーとか不良の人で格闘技やってて、で、それで構成をするような何か、そのプラットフォームを作るじゃないけど、プラットフォームっていうか、なんかその仕組みを作って、それにね、勤しんでる人みたいな感じの人っていなくないですか。だからちょっと思ったの。でね、そこで、ちょっと昔のヤンキーの先輩に、最近ちょっとコラボしたって言ったじゃないですか。その先輩に電話して、なんか相談してたんですよ。そしたら、またいい案が浮かんでつか、あの人いるんじゃないみたいな。伊藤さんっていう方がいるんですよ。総集連合の、初代の総集連合の、頭の人がいて、その方に自分お世話になったんですよ。少年に出た時に。静岡行ってたって言ってたんですけど、自分3ヶ月半。その時に伊藤さんの、富士宮だったんですけど、その伊藤さんが富士宮に住んでるんですよ。で、その伊藤さんが見ているもとで、俺は、その仕事をしていたという経緯があって、うん。だから伊藤さんに、
さっき電話したって言ったのはその伊藤さんです。まだ、電話は9時からじゃないと受け付けてないっていうふうにネットで書いてあったから、うん、それをまた後で書きようかなと思うんですけど、伊藤さんがどういうふうな感じでね掛け合ってくれるかわからない。でも一応つながりはあって覚えていると思うんだよね。年賀状とかもやり取りとかも今はしてないけど前もしてたし、俺のこと覚えてくれてるかな。いやどうだろうな、いろんな感じあるから。うん、まあでも近くで住んでやってたわけだし、だからちょっとね、伊藤さんはそういうようなものを作ってるわけで、俺は格闘技をやってて伊藤さんとはちょっと違った切り口になるけどね、思想としては同じだから、伊藤さんが今どういうような状況にな 状態なのかわからないから何とも言えないけどね、そう協力してくれる可能性があるとね、そうやったらどんどん繋がってって面白くないですか。うん、はい、とりあえずねちょっとこれ動いてみますわ。ちょっとねテンション上がってきちゃった。うん、これだけちょっと話しておきました。ごめんなさいね。うん、よし、じゃあさよなら。